一般的な職人さんって仕事自体が筋トレなわけですよね。それなのに筋プロテイン飲んでなかったらもうもったいないよねって話ですよね。プロテインの募集動画があったんですよね。開発しましょうみたいな。その第1号が、完成しました。完成しました。それカメラ見ました。で、これ第1号で、今日、試飲してみるか。おしゃれだな。なんかそういう健康コーヒーみたいなのあるんですか？コラーゲンが入ってる。これですね。結構人気です。プロテインはまあ20種類のアミノ酸がしっかり全部入ったもの。はい。特に重要なのは20の中の必須アミノ酸って言われる9種類ですね。まあちょっと、なんて言うんですかね。参りましょうか。はい。やないからさ、宣伝チックにちょっとなると思いますけど、ちなみにその、一回プロテインの募集動画があったんですよね。はい、100人集めて、はい、プロテインを開発しましょうみたいな。はい、一緒に考えれる人をっていうのをやったんだけど、まさかの一人しか思ったわけ。あ結果、なんか二人ぐらい来た。まあ、ここがちょっと優秀だから、もっとでかすよな、ここ。昨日その話しとったよな。電車とか乗るじゃん。何番降りたら、東京駅降りるじゃん。はい、こっちですとか言って。で、あっちです、左ですとか言って。何でそんな分かるの？東京なんか来たことあるのか？いや、まだ1回目か2回目ぐらいです。みたいな感じだったよね。はい、すごいよね。で、営業向きだよな。うん、まあ、そのね、親方すごい世話になって、すごいいい親方だったんで、はい、あんまり引き抜きとかできんけど、まあ、うちの人間と全員と入れ替えてくれって言ったら。あいついらん。あいつゴミ。まあでもそういう子がたまたまプロテインのことをやってくれて、まあ、結構一緒に東京行ったりして、はい、でそれも動画あるんだ。もう最初に来た動画と東京行って打ち合わせのところも使って、まあいいものとか悪いものとか内容とかプロテインはどうだよっていう話は、まあそこで結構しとるから。ですね、まず最初になんですが、ご紹介が前田さんですね。はい、工房で手を挙げていただいて一緒にやっていきますので、あれちなみにこう筋肉ってつけたいんですか、職人さんって。それとも別に。いや、つけたいと思います。いや、俺、現場で撮ったら、プロテイン、若い頃に、そんなんがあるってしとったら、ほっとって筋肉増えるんだったら、飲むもんな。うん。まあ、飲みますね。ああ、そうなんですね。で、やっぱ、いや、筋肉イコールモテるって、僕らバカなんで、結局、職人って。でも、そこがスタートでしょ。女にモテる。と思って始めたでしょ。そうです、そうです、うんうん、でしょう。なるほど。多分職人のやつって多分そうだと思うんですよ。やっぱり分かりやすいポイント、まずやっぱり腰は今の部分ですよね。だって職人さん、まあ、どの職人さんかにもよると思うんですけど、一般的な職人さんって仕事自体が筋トレなわけですよね。はい、うん、すごい体を使うし負荷がかかるし、うん、はい、それなのに筋プロテイン飲んでなかったらもうもったいないよねって話ですよね。あ、だってもうみんな普通のオフィスワーク系の人は時間を惜しんでお金払って、うん、もう疲れ切った後に、夜ですよ、疲れ切った後にジム通ってもう睡眠で、ね、うん、もう食事の時間とか削ってやってるわけですよ。もう職人さんそんなのやる必要ないですからね。だけどあれやってる割に俺なんか筋肉ついてこねえな。いや、もちろん、いや、綺麗な体にはではあると思う、はい、だけどなんかムキムキのなんかもう海、はい、夏の海の時にビーチで女子がみんな振り返るみたいな、はい、海になってないなって感じてる人いると思うんだよね。はい、それはもう一言でいくと食ですね。食事、タンパク質が足りてないから。だから筋肉の 80% プロテインなわけですから、タンパク質なわけですから、はい、せっかく体を動かしてるのにプロテイン飲んでなければ材料がないので筋肉つかないんですよ。筋肉いじめてるだけじゃダメですよね。あ、もうつかないですか。やっぱせっかく筋肉をいじめてるんだったら、同時に筋肉の元となる材料プロテインをそのタイミングで飲んでおかないともったいないですよね。だからもう、うん、職人さんはもう仕事始める前にグイッとプロテイン、はい、それやるだけでマッチョボディがどんどん手に入ると思います。そんなやつ作れるんですか。作れますね。で、太らないようにしてくださいよ。そうですね。で、まあ、2つ目のポイント、太らないってところですね。はい、なんで太るかって、いくつか理由があるんですけど、はい、1つはプロテインに一緒に入っている甘味料、そこに
普通の砂糖をドバドバ入れてるタイプってあるんですよ。あるんですよ、いっぱいあるんですね。それを取ってる人は太ります。甘くていいんですよ、甘くていいんだけど太らない砂糖といいますか、太らない甘味料です、はい、それを使っているものを選ばないと、はい、良かれと思ってタンパク質を取って体を引き締めようと思ってるのに下手すると逆に太るってことがありえます。ただだったら、ね、そういった砂糖、白砂糖とかですね、そういったのが入ってないだけど美味しい、そういったプロテインを作ればいい話ですので、それはできますね、はい、あ、じゃあもう基本やっぱプロテインイコール太るっていうイメージはもう取り払った方がいいんですか、やっぱ。あ、そうですね、ものによるってことですね。プロテインは本来正しい、いい材料のものと正しい飲むタイミング、この2つをしっかり、はい、たった2つのポイントですよ。それだけやってれば太るどころか体は引き締まるし、痩せボディでマッチョボディになっていきます、いくと思います。でその第1号が、はい、完成しました。完成しました、それカメラ向かって、はい、完成しました、おいスタート、うん、そうですね、完成してこれから試飲をしようっていう。何もそのもっといけるよ、言えよ、まあ、はとりあえず100個注文して、はい、まあ、これ売れたら、全部売れたら、全部売れたら次改良してって、改良して、はい、買った子たちとコンタクト取るわけでしょ、はい、そうですね、買った人取れる人はいろいろ意見聞いて、意見聞いて、はい、次のアップデートかけていこう、はい、だけどこれ言っとったよね、これ見てもあんま意味ないと。それ何って言ったら、同じ例えばこれで言ったらナイアシンでも、いいナイアシンと悪いナイアシン、まあまあ品質ってあるわけじゃん。やっぱり結局はやっぱり効果がいいかどうかを見た方がいいですよ、みたいな。そうそう、だから言ったら言ってました、社長。結局はやっぱり効果、そこは自信あります。一つ一つがやっぱりいいものを使う、どうか使ってないかで、はい、やっぱ違ってくるみたいな話はしようと、ね、ってますね。お疲れ様です。マルクさん、お疲れ様です。お疲れ様です。もうよろしくお願いします。お、もう映像ありやそうっすね、久しぶりの映像あり今日映像ありけど、あと 何を考えてくれ。商品名と、商品名、はい、あ、それ超興味あるわ。販売戦略とか、ああ、うん、売り出していくか、うん、とか、まあ商品名いくや、もうそれ一番大事。 LINE でグループも売ったんですか。こういう意味とか、すべての人にタフに体をプラスでかけてタフかっこいいか、はい、すべての人にタフな心、ね、タフ体をプラスプラスでタフラス。おー、すげー、タフラスかっこいいじゃん。強靭な私にタフミー、なるほど、はい、仕事、ワークする人すべて第一印象、タフラス結構かっこいいような気がして。あ、タフラス最初に見たらいいかしら、もうバンって入ってる、うん、タフラスかっこいいなと。キャッチコピーもかっこいい、なぜで出すときに強靭な心、体をプラス。俺はこれを知った。あ、じゃあタフラスにしましょうよ、もう決定、行きましょうか。で、これ第一号で、まあ、今日、新締めるんだ。はい。よし、じゃあちょっと早速やってみようか。はい、まあ、これまずかったら意味ないでね。これ1個いくらなんですか。5000円。5000円です。5000円でいこうか。そんぐらいだよ。4180円。4180円。1キロでしょ。お前買ってみ、お前買えよ、まず1号。あ、売ったの。いやいや、売ったの。それ作ろうか。それ、あ、それ水。水にしますか。あ、水あるんだ。水にします。コーヒーと飲んでも、あ、あ、全然。もう。え、コーヒーと混ぜる。この好みで。あ、コーヒーで混ぜる人、なんか僕も YouTube で見ました、はい、コーヒーとコーヒーやってみる。よし、ここはじゃあ、早速、はい、コーヒーからいく。コーヒーからいく。コーヒーからいく。コーヒーなんか色は濃いよ。そうです。コーヒー初めてだ、俺いつも牛乳飲むの。美味しいっす。合う、合いますね。めちゃめちゃうまい。もう全然いいね。めちゃめちゃうまい。これ、過剰摂取はダメなんですか。なんかあんま、そうっすね、取りすぎは。コーヒーちょっと苦いな。いや、そうでもないです。違う、牛乳のやつ飲んで、絶対、いや、俺この味は分からんけど。あ、でも、変わらないですね。変わるでしょ、お前お前汚く2位だ汚く2位だったら、お前。いや、味もこだわってくれた。あ、そうです。めちゃくちゃこだわって、で、俺は違うんだ、そのなんか、ソイ系の方がいいって聞いとったから。はい、じゃあ、早速ですが、サンプルって届いて飲んでいただけましたかね、5種類。これは飲んでないな。あ、本当ですか。ソイと、なんだっけ、その2種類&味も5個っていう。ホエーですか。そうそうそう、ソイとホエーで。いいなと思ったのはやっぱホエーですね。ん？ホエー。そうですね。ソイの方がいいんじゃないの、じゃあ。いや、そのダイエット、どの向きで、あ、そうか、どこに向けていくかなんですけど。
うん、僕らの味とか喉の残りとか見たらやっぱホエイなんだ。はい、アリ君もホエイだ。そうですね、ホエイの方が味は断然美味しかったですね。そんなことで、あの熊のそのチンチラがめちゃくちゃ気になる。だいぶなんか私ね、そういうやつ変わったけど。どうしましょう、じゃあ。あの、店長はあのホエイをしてるんですよ、あの社長も。本当に。そうなんです。そうです、あの、もともとその、なんかあの職人さんをっていうコンセプトと、まあ、その筋肉深いみたいなコンセプトでホエイの方が合ってるんじゃないかみたいな話は前回言ってた。職人はやっぱ、うん、結構体を動かすからって言ってたよね。そうそうそう。これはどれが良かったですか？僕はヨーグルトが、僕あんま甘いのが朝飲むんで、あ、朝からちょっとあんまチョコレートのなんか甘いのはまだヨーグルトの方がごくごくいけました。アルキさんは？アルキさんは自分大体甘いのでチョコ系が好きなんで、なるほど、ヨーグルト美味しかったですね。意見が分かれた。あ、チョコとヨーグルト言ったらそのチョコだったんだ。そうですね。でもまあ本当に渾身の一撃だね。100個売ったらまたそうですね。ね、まあちゃんが、はい、まあ、本格的にビジネスに参入して、はい、まあ、まあ本当に、まあ、前田君がやってくれって言ってるから、はい、うん、やって、まあ、いろいろ打ち合わせしたらね、今多分このあれで間に合ってるかどうかわからないけど、あの YouTube 上の下にショッピングって今できるから、チャンネル開いたらショッピングって今これついてると思うから、あの高野シャツと、このプロテインが多分表示されてると思うんで、そこから買ってもいいし、そこのリンクからなんだ、あのベースに飛んでベースからも購入できますんで。はい、お疲れ様でーす。あー、新幹線上がったな。あ、マジで。おしゃれだな。これ何点も言ってんですよ、ここだけ、はい、とりあえず研究のために、はい、すごい。何そういうことさ、なこれ、そうもうこれがもう健康みたいなカフェをもう運営しとんの。めちゃくちゃすごいわ。はい、あのメニューみたいなあれもらってもいいですか？ちょっと見たいな、あのメニュー、カフェの。あ、すごい。お飲み物ご注文賜りますので。あ、これ、あ、じゃあアイスコーヒー。あ、はい。普通のコーヒー。なんかそういう健康コーヒーみたいなのあるんですか？コラーゲンが入ってます。あ、お、大好物だ。コラーゲン大好物だな。すごい。あ、お久しぶりです。あ、おはようございます。相変わらずごお綺麗で。動画ダメだったね。動画ダメでした。ご飯も載ってましたよね、さっき。なんかそうですね、ご飯も、はい、ホワイトボードにあったあれ、はい、飯があったこれの、はい、これですね。結構人気です。これ何ですか？サラダとランチプレートと、はい、これ何ですか？筋肉マンが来るの？ちょっと前俺全然ね、分野がわからないからね。来ますし、もう近隣の一般のダイエットとしたい。ダイエット男女、ね、あ、やっぱりそうなんだ。プロテインイコールダイエットなんだ、はい、そうですね、この辺今の一般のこのお昼いらっしゃるお客さんはもうダイエット目的ですね。なんかこう例えば工具を入れる箱が、はい、あっ、お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 っ、うわ、しまったな。そうか。まあじゃあ、あとはやるだけだね。そうですね。いや、めちゃくちゃいいこと言ってくれとったらな、全パーですわ。はい、まあ、どうぞ。めっちゃいい気がしちゃった。同じこと喋らせるのも、ちょっと俺、引けますね、ちょっとね。いや、だけど俺、これ、ちょっと、視聴者の皆さん、本当にごめんなさい。俺、カメラ止めちゃって。ちょっとひっくり返った事情で、すいません、いや、すいません、アイスコーヒー交渉しちゃって。いや、なんか、まあ、中身の話から、うん、まあ、ちょっと簡単に説明すると、まあ、僕、まあ、前回も来たんですけど、こういうメニュー、うん、まあ、さっきもちょっと心気を取り込むかなと思うけど、うん、やっぱプロテインのことちょっと知り尽くしてるんですよね。そうですね。ちょっと社長、めちゃくちゃ言いづらいと思うんですけど、本当お時間ないのに、はい、もう一回、はい、視聴者に5分説明していただけますか？はい、まあ、うちの商品も含め、それはプロテイン、まあ、このコラーゲンなんかはプロテインの一種なわけで、うん、まあ、俗に言うプロテインとコラーゲンはどっちも日本語にするとタンパク質ですので、まあ、変わらない、同じタンパク質なんですけど、
プロテインはまあ20種類のアミノ酸がしっかり全部入ったもの、はい、特に重要なのは20の中の必須アミノ酸と言われる9種類ですね、うん、20の中の9種類、はい、これが一番重要で、はい、その9種類、これを EA って呼ぶんですけど、はい、その9種類のバランスがまあ重要なんです、ね、一方でコラーゲンはその9じゃなくて1個欠けていて8なんですね、はい、そうなんですよ。アミノ酸スコアって言い方でいくとゼロなんですよ。もう1個が丸々入ってないので、うん、だそのタンパク質としての吸収効率はコラーゲンはとても悪い、うん、いいですね、はい、その9種類のうちの1個かけとるだけで、うん、そうです。あのこの9種類っていうのは、まあ、バランスがあると言われていてですね、うん、あのまあ、そのバランス、例えばグーチョキパーじゃんけんするときにチョキなくなるとすごいバランス悪いわけです。じゃんけんするじゃん、そういうことか、はい、この3つがあって初めて、チームが成り立つ。アミノ酸タンパク質の場合は9種類がバランスよく黄金比率が入ってて初めて全部が生きてくるっていうところがある。引き出しめちゃくちゃ広いですね。さっきの話も分かりやすいけど、でも配合度は今でも研究開発しておるでしょ。しますね。うちは特にもう管理栄養士陣がですね、はい、もう毎日フレーバー開発をしてますので。管理栄養士陣がいるの。そうです、はい、であのパティシエとか調理師とかそういったメンバーもいたりするんですけど、どちらかというとうちの場合美味しければいいわけじゃないので、うん、あのやっぱり第一に栄養なんですね。健康であるということが、はい、まあ、最優先で、うん、だけどあの健康だったらいいわけじゃないんですよ、はいはい、あのやっぱり美味しさっていうのを自分求めているので、うん、はい、美味しくてすごく美味しくてすごく健康、うん、この2つの凄さっていうのを同時にやるっていうのがうちの、まあ、絶対で。あ、そういうことか、はい、工場みたいなの持ってるんですか。自工場で、あ、自工場で、はい、あ、外注の工場とかじゃないんだ。外注も使いますが、はい、もうなんていうんですかね、はい、これ自社工場でやる。もう相当プロテイン好きですね。そうですね。ですよね。ビジネスとはいえ、はい、まあ、とことんやってますね。じゃああれもやろう、プロテインもやろう、これもやろう、あれもやろう、健康的にもやろうっていう感じよりは、はい、プロテインで活動みたいな、はい、そうですね、はい、その代わりプロテインに関してはうちは広いですけどね、ドリンクもやるし、かき氷もやるし。ああ、そうかそうか、ね、まあ、こんなもんですか。はい、我々なんか言っとくことは。いや、本当あの建設業とプロテインは相性がいいんで、うん、まあでもそうだよね、飲んで。そうですね、今時期汗かくじゃないですか、夏なんで、うん、やっぱり栄養が出てっちゃうので、うん、タフです、うん、はい、あ、そうかそうか、本当栄養とかにもいいから、はい、まあ、俺の肌だけにいいとかじゃなくて、あとはどういうことに、まあ、まあ、ちょっと言うとしよう、俺もあんまりわからない、俺は肌なんだ、すごい肌もちろん、髪の毛もそうです。ああ、言うね、爪にもいいって爪にもです。で、やっぱ僕も本当すごい実感するのは疲労感もなくて、もう僕仕事終わって全然ジム行っちゃうぐらい、うん、今スポーツジム行っとるからね、ちょっと、あ、そうそう、裸になってよ、裸で喋ってよ裸で喋らせて裸だけど今日打ち合わせしたやつはあの、うん、で、まあまあ、あのゆくゆくは定期購読とか、はい、まあ、最初に買った人をちょっと、ね、定期購読とかの、うん、考えていこうかとかいろいろ考えたので、うん、でやっとこうと思ってますんで、はい、ぜひあのプロテイン希望者100個、うん、まあ1週間以内に言ったら次のステージだね。はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、プロテイン授業、前田、何、前田圭介です。前田圭介を、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。気を一票をお願いします。お願いします。せーの、お願いします。